群馬県立近代美術館を理解するための建築家磯崎新論。こちらは高崎市にある群馬県立近代美術館。緑と自然豊かな公園の中にあるすっきりとした外観と美しいピロティが印象的。内観はさっぱりとしたシンプルな空間なのに壮大ささえ感じ、作品や装飾によってこの洗練とした空間が効果的。この建物を作った磯崎は12平方メートルの立方体を美術空間と考え、立方体の集合によってこの建物を建築しました。立体による構成とは一見単純のように見えますが、これは磯崎が多くの日本建築や都市を作ってきたし、関係建造を乗り越えようとする試みで、一方的に与えるのではなく、建築や作品を見た者が自発的に考えてそれぞれの理想像を思い描くような表現を追求し、日本的なものが崩壊しつつある世相を乗り越える一つの答えを出し、そして立体というシンプルなもので構成されたものの可能性を見出すという過程を経ての結論なのです。1970年大阪万博において太陽の塔がある万博の中心であるお祭り広場の演出を磯崎新がしています。デメロボットというオープニングで動いた巨大ロボットも磯崎新が設計しているように、磯崎新は最新のテクノロジーを駆使した表現をしようとしていました。最初は高分子やエレクトロニクスの技術を使って参加者がその技術を触れ合うことによって自発的にそれぞれの理想像を描いてもらうような仕掛けを狙っていたんですが、太陽のという原始的な頭像の目立つ塔が立ってしまい、一方的に与える会になってしまい、磯崎新にとっては万博は一つの財津でした。ただ建築家である磯崎新が電子装置の設計を担当したのは意外かもしれませんが、1960年にイタリアにおいて電子パネルに映し出された像を回転させ、未来の都市を明るいものだけはなく廃棄などイメージも喚起させ、いろいろとその装置と観客が触れ合うことでそれぞれの未来の都市を描いてもらうなんて催しも行っております。